ご無沙汰しております相撲情報誌綱編集長の竹内でございます。令和4年の5月場所、夏場所ですね。千秋楽が今日終わりました。ちょっと場所中ね、先場所とかもちょっと全然動画がアップできてなかったんですけど、まあすいません、久しぶりの投稿となります。というのもちょっと生活環境がガラッと変わってちょっとですね、動画を上げるタイミングがなかったんですけど、今日ちょっとまあ、上げることができたので、ちょっと大相撲のことでも喋らせていただこうかなと思って、久々に、あとね、僕の、生存確認といいますか、安否確認といいますか、はい、そういったところも含めて、動画を撮らせていただいております。その間にもね、いろんな方チャンネル登録してくれたようで本当にありがとうございます。もうやらなくなるというわけではなくてね、今後できる限りちょっとやっぱり相撲の情報を僕なりにやっぱこう発信したいなってやっぱ思いました。というのも、いろんなそのね、 SNS やこういった動画サイトがあって、いろんな情報、相撲の情報を目にすることがあるんですけど、100% わかるわかるみたいなものばかりではないので、あとその、なんだろうな、伝えたいことってこういう、俺だったらこう伝えるなとか、やっぱ相撲の情報は見聞きしてて、そういうことを感じることが多かったので、偉そうに言うこともな、ね、言うのもなんですけれども、僕なりの、相撲情報誌綱なりのですね、大相撲の楽しさなどの伝え方をやりたいなってやっぱ思ってました。なので、今回動画撮るタイミングがあったので、撮らせていただいて、この千秋楽が終わって1週間後には、相撲情報誌綱のね、恩人である元豊ノ島の井筒親方が断髪式ということで、一つのね、区切りではないですけれども、今年の9月で、相撲情報室はもう10年、創刊10年ですね、フリーペーパーの時から考えると、10年ですね、になるので、9月頃には何かこう、ね、今、少しずつ、イベントに関しての、で緩和ですかね、このコロナ禍の中で、少しずつ進んできているというような状況があるので、何かしらイベントができたらなというふうには考えてます。はい、なので死んでませんし、心も切れてませんし、というところです。はい、ただいかんせんですね、有料版のツナを出してで、2号、1号目はね、馬場さんと、当時の荒井総方、今の二所ノ関親方、元稀勢の里のですね、対談で、2号目を出した後ぐらいに、コロナ禍で、売り上げがかなり、ダメージを受けて、結構残っちゃってるので、何かしらね、やっぱこう、会社としても、新しい動きをしていかなくちゃいけないなというような感じだったんですよ、この2年ぐらい。でもやっぱりね、イベントの打ち合わせをしたとしてもイベントが開催できなかったりっていう負の連鎖が続いた2年間だったので、これからね、少しずつこうイベントに対するあとお客さんが来てくれないとやっぱりイベント業って成り立たないので、要はね、そういったところにも少しずつこう免疫ができていってもらって、少しずつね、外に出るようにみんながなってっていう風になってくることを願いつつ、今後また活動をしていくというようなところになります。でもね、そうこう言っていても僕もご飯食べなくちゃいけないんで、いろんな仕事をしたりしてるんですけれども、いろいろ頭も打って社会勉強させてもらってますよ。そんな近況報告はこれぐらいにしておいて、
千秋楽ですね、まあ、今回の5月場所の総括とまでは言えないんですけど、まあまあ千秋楽を見た感想というかね、まあ、一番良かったのはもう僕はあの千秋楽の、若隆景阿炎のねこれより三役での一番最初の初口の相撲でしたね。あれああいうのああいう相撲たくさん見たいですよね。もうお互いのいいところを出し合うみたいな。まあ、もちろんねあの照ノ富士もあの横綱の責任を果たし、たというような内容になるんですけど、まあいかんせん大関陣が元気なかったですね。つまりその千秋楽の結びの一番、まあ、もちろん勝った照ノ富士を褒めるべきなんですけど、御嶽海を当てるみたいな、もう負け越してるんですよみたいなね。そこはちょっとね、取り組み編成、あの能町みね子さんとかもすごくね SNS で言ってますけど、ツイッターで言ってますけど、まあ、僕も千秋楽は佐田の海照ノ富士があってよかったんじゃないかなっていうふうには思ってます。なんか、ね、決定戦は優勝決定戦は決定戦で面白いんだけど、なんかね、結びの一番でで手に汗握って完結するっていうのが一番綺麗っちゃ綺麗なんですよ、様式美というか。なのでまあね、そういったのがあってもよかったんじゃないかなっていうふうには思ってますです。はい、はい、まあまあまあそんな感じですかね。まあご無沙汰ですというところで、あんまり長くなってもいけないんで、まあこんな感じで今日は動画終わりたいと思います。まあまた近いうちにあげますんで、元気にしてますんで。一応ね、あれですよ、久しぶりに撮影するから、なんか動画のその照明が暗いっていうね、お声とかいただいてたんで、安いやつですけど、あの LED の照明買ってるんですよ、これ。どうかな？僕の毛穴まで見えてるかな？みたいなね、ところです。ちなみにこれ、肝臓を言わしてこんな、肌の色してるわけじゃないです。日焼けです、純粋に。外に出ることが多いので、そんなところです。まあ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 元気にやってますんで、これからもね応援何卒よろしくお願いします。はい、それでは相撲情報室の編集長の竹内でした。さよなら。